はい、皆様こんにちは。ガブラトリー将軍でございます。本日は、名古屋のリフさんが販売しました、納品の商品です。たくさんあるのでもういっぺんに、紹介させていただきます。これもハーフの、普通のブルドッグ、要するにスパイクのないやつですね。ぷっくらして、結構かわいいですね。これがなぜか2つ同じものがあるんですね。全くスタンプも同じで、これなんでかなみたいな、どうしてこれ2つも同じの頼んだんかなみたいな感じだけど、まあとりあえず2つあります。でこれが、1/8、小さいですけど、まあ、結構ディティールが出てるというか、このオールドブルドックと、このニューブルドックの感じが違うんですね。このオールドブルドックの方がこういろいろいかついんですね。これ裏がこうなってシェブロンベールですね。でこのライオンもこのシェブロンベールで、両方同じですね。でこれもこれ結構1/8の割にはこう顔も もろこの感じで、この角度で見るともう全く大きさはわからないぐらい、これ1/8ってものすごいちっちゃいんですからね。これ、これちゃんと中も空洞になってます。これはシェブロンベール、裏はジークラウンでできてます。これもスタンプ綺麗に入ってますね。これでこれ裏もこうスタンプ手打ちですね。で、これが、これもスタンプ綺麗に入ってるけど、これも多分手打ちだと思うんですよね。これこの、ローラーで伸ばした硬いシルバーだと思うんです。だからこんなにくっきりとスタンプが入るんですね。すごい綺麗に入ってます。これも何気に結構よく売れるんですよね。まあこういういっぺんに出す時だけちょっと紹介する程度なんですけど、でこれが最後のメインイベンターで、5.5mm の、マリンチェーンです。これイタリアの、会社で作ってます。イタリアンマリンチェーンですね。ちょっと金属が種類、まあ、同じシルバー925なんですけど、ちょっとこっちのは黄ばみが出るっていうか、まあだからちょっと色が違うんですけど、まあイタリアの、特徴なんでしょうか、ちょっと分かりません。でもこれよくできてます。ガボールがエルメス好きだったんですね。だからこれはまあガボールの意思を継いでるという感じですね。今でも、ガボールガボラトリーのその、アンカーチェーンはマリンチェーンってエルメスチェーンっていう人がいますからね。昔はエルメスチェーンって呼んでたんですよ、ガボール のアンカーチェーンのことをね。まあ年いった人だと思うけど、今でも結構、原宿ぐらいだったらまだ言ってますからね。まあ40、50の人だと、マリンチェーンって言うんでしょうね。これはそのチェーンが通りやすいように、このこう入れるときにね、ベール通りやすいようにこうこんなんでも通るようにこうこの超クラシックの小豆勇敢なんですね。ここまあいろんなことができるんで、ここにボートチェーンも、つけれる、ボートチェーンの、首もつけれるんですけど、これはこの勇敢小豆ですね。小豆で作られてます。スタンプもちゃんと入ってます。こんなちっちゃいけど、まあこんなところで、本日は失礼させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。